オーダーは便利な歯磨きグッズを教えて。ライフコンシェルジュのコーナーです。今日のコンシェルジュはゆかちゃんです。はい、よろしくお願いします。お願いします。皆さん、はい、来週から歯の衛生週間が始まります。歯の正しい知識を啓発するために厚生労働省などが1958年から行っている運動です。小学生の時とかに教えてもらった気がします ね。虫歯ないように ね、 そうですね、しっかり磨いてます、ね、虫歯ない人で、ね、手を挙げるのがなんか嬉しかった時代もありましたが ね、うん、ということで今日は、はい、東急ハンズの二宮さんに聞くおすすめの進化系歯磨きグッズをご紹介します。はい、なんか入ってきた。はい、まずはこちらの歯ブラシです。これ歯ブラシなんですか。はい、ケースに見えます ね、 ね、なんかおしゃれな感じですけど、はい、このミニモ UV120 は歯ブラシをいつもきれいにしておきたいという人におすすめなんです。はい、実はこれ片方の足を抜いて、こちらのスイッチを入れれば、うん、電動歯ブラシに早変わりです。なるほど、はい、さらに東急ハンズ二宮さんの一押しポイントがこちら、はい、いつでもブラシを清潔に保てる、うんうん、このブラシ、うん、歯磨きが終わって、うん、キャップを閉めると、あ、確かにね、その濡れた状態で入れるのはちょっと抵抗が、ね、あったりしますがね。どう、はい、こちらちょっと光ってるの、あ、光ります。キャップに収納すると同時に殺菌効果が高い紫外線をブラシに当てて自動的に雑菌の繁殖を防いでくれるんです。すごい、いいですね、すごいですね。というか下には何が入ってるんですか。あ、こちらはバッテリー。あ、なるほど、あ、今のじゃ、ねね、紫外線のバッテリーということなんですね。はい、2本だと思った。ちょっとお得かなと思ったんですけど違う。はい、では続いては、はい、歯磨き粉が苦手という人におすすめなのがこちら、ソラデー3です。二宮さんの一押しポイントがこちら、水だけで歯垢がよく落ちる。水だけ、はい、こちらの歯ブラシにはソーラーパネルと半導体が内蔵されています。パネルに光を当てることで電子が発生し半導体を伝って口の中に入り込みます。はい、この電子が歯垢の中の酸を分解して歯垢を取りやすくするんです。お子さんは、ね、歯磨き粉苦手な子もいますから ね、まずこういうところから入るのもいいですね。あ、いいですね。では最後に紹介するのが、朝寝坊して歯を磨く時間がないという時におすすめの歯ブラシがこちら、ローリーブラシです。お、これ歯ブラシに見えないですよ。はい、こちら歯ブラシなんです。はあ、二宮さんの一押しポイントは移動中に簡単歯磨き、はい、使い方は簡単で、口の中でコロコロ動かすだけ、転がすだけなんです。で、水や歯磨き粉は一切使いません。では藤田さん、試してみてください。なんかこれどうやって使うんですか。なんかたわしのようですよ ね、 本当軽いですよ、とっても。え、これどうするんですか、このまま口の中に入れてコロコロ転がすか。これをですか。はい、いきますよ、うん、はい、売れました。何の素材でできてるんですか。なんかね、たわしの先端みたいな感じですね。あ、なんかでも味しません、これ。はい、こちらミントの味がついていて、たくさん唾液が分泌されるので、ドライマウスでお悩みの方にもおすすめなんだそうです。確かにこれ唾液が出てきますから、かなり滑舌良くなりそうですよ、これ。ずっとやっててください。はい、こちら、ミント以外にもピーチ味やレモン味も開発中なんだそうです。ね、歯と歯の歯茎の間にしっかり入り込みますからね、歯垢が落ちるっていう感覚がしますね。時間がないといいですね。はい、これらの進化系歯磨きグッズ、ぜひお試しください。いいですよ。以上、ライフコンシェルジュでした。はい。